心筋学とは心筋についての学問のことである。金学、菌類学とも呼ばれる。どちらかといえば、医学の分野で、心筋学を、生物学の分野では、菌類学を用いる。具体的には、酵母やカビ、キノコなどの基礎的な性質や応用についての学問。これらの生物は、外見上は、肉眼的なものであっても、その構造は菌種など、 微細な構造の積み重ねから構成されているので微生物に扱われる。したがって微生物学の一部と見る向きもある。歴史的にはこれらの生物は細菌類とともに植物界のものであると考えられていたので植物学から派生したものである。現在では近海は独立の境とみなされておりこれが菌類学の扱う分野である。ちなみに現在では 菌類は植物とは類縁が遠くむしろ動物界とごく近いものであると考えられている。なお、年菌類と卵菌類などは現在では菌類ではないと考えられている。しかしながら長く菌類として扱われてきたのでその研究は菌類学者の仕事とみなされてきた。そのため現在でも菌類学の中に含めることが多い。初期の学者としては エリアス・フリース、クリスティアーン・ヘンドリク・ペルズーン、アントンド・バリー、ルイス・デイビッドと修営ツなどが挙げられる。菌類学は肉眼で観察できるキノコの研究と顕微鏡で発見された微生物の研究を両輪に進んできた。微生物学は細菌類を中心に進んできたため、初期の菌類学はその影響を非常に強く受ける。 微生物研究にとって不可欠な培養の技術は酵母についてパスツールが試みたのが非常に早い例であるがその後は種として病原性微生物を対象に研究が進んだしかしそのための技術は菌類の多くにも応用可能であったため次第に研究が進められるようになる酵母は細胞レベルの生物学におけるモデル生物の最初の例となったと言ってよいだろう 呼吸や酵素に関する生化学の分野はここから始まっている。続いて赤パンカビが遺伝学の研究で利用されて有名になった。それ以降も基礎的な生物学の処分野は微生物をモデルとして使用してきたが、むしろ菌類よりさらに小さく単純な微生物である。細菌類やウイルスが分子生物学や遺伝学のモデルとして使われることが多くなった。しかし、 これらの生物は原核細胞であり、我々と同じ真核細胞ではないため、最も扱いやすい、真核生物として菌類が使われる例は多い。頻繁に使われるのは、出荷酵母、サッカロミセスセラビカと分裂酵母、スキゾサッカロミセスポンベである。酵母の研究が発酵産業の養成で始まったように、実用に直結した分野は大きな発展が行われる。 菌類に関しては、発酵に関わるもの、ペニシリンに始まる、抗生物質などの二次生産物の利用などが、実用的な面では重要で、現在も様々な菌類の作る物質を探すことは、世界中の製薬会社などで行われている。他方で、植物に病原性を持つ菌が多くあることから、植物病理学においても重要な部分を占める。また、 大きな影響のある毒性を持つ菌類もある。直接に実用性のない分野では、まだ十分な研究が進んでいない部分が多い分野でもある。分類に関しては、今でも新種がどんどん追加されている。特に、微小菌類といわれる小型の小実体を作る、死能菌類などは、毎年どんどん新種が出る。また、菌類は、野外での発見が難しく、 発見方法が開発されると新たな分類群が山のように見つかる場合がある。例えば水生不完全菌は1942年に初めて発見され、現在では一つの分野にまで成長している。他方、分類体系そのものの見直しも進められている。菌類は構造が単純なものが多く、外部形態に頼った分類では十分な証拠が得られない場合も多い。 現在では生科学、分子遺伝学などの情報が利用できるので、それらを用いた見直しが行われている。菌類の生態学は扱いの難しい分野である。菌類は培養を行って初めて観察できる場合が多く、野外での存在や活動を把握するのが困難だからである。しかしながら、その自然界における役割の重要性は明らかである。 一般には菌類は多くの微生物と共に分解者と考えられ、自然界における生物遺体や排泄物の分解を行う役割を担うものとされている。細部について見ると、特に植物遺体の主成分であるリグニンやセルロースの分解に関しては菌類の働きが大きいと考えられる。その点では生態系における炭素循環においての役割は重要である。また、 菌類には他の生物との共生関係を結ぶものが多い。地類は藻類と菌類の密接な共生によって一見独立の生物となっている。また、菌根は一部の高等植物と菌類だけの特殊な関係と考えられていたが、バキン菌根の研究の進歩によってほとんどの地上植物に見られるものであること、様々な肥料成分の運搬に関わることなどが分かり始めており、 その方面の実用への研究も進められている。ありがとうございます。